この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。今回のレースは、ガンバルンバと、エクトルエクエスのレースです。まずはガンバから行ってみましょう。さあ飛び出した14頭。まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。サイレントプライド。先頭。その外からは13番シルクネクサス。12番ロジックが上がってまいりました。グレートジャーニー。先頭佐藤とグレイトジャーニーシルクネクサスがかわした。3番ダンスインザモアヘアセレソンも懸命に追う。先頭シルクネクサス、シルクネクサスが1馬身リード。ガンバルンボが2番手。この辺りで先頭はガンバルンバ、外から懸命にダンスインザモア、ガンバルンバ先頭、ガンバルンボが勝ちました。ダンスインザモアは2着3着にブライトツモロー。よしよし、これで勝ったから引退ね。はい、わかりました。次の子もいい子作りますね。頼んだよ。続いてエクトルエクエスです。果たして2冠取れるでしょうか。いくよ。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。11番ハロースピード。先頭12番湘南タレント。内から1頭9番ハタマチボタンイクスキューズがかわしていきました。各馬第1コーナーに差し掛かります。ザレナ、そして6番手にもう1頭ピンクカメオ、そしてその後ろからベッラレイヤ。内を通りまして2番マイネルーチェ、3番ミンティエア、外から行こうというところ、それから7番レインダンス、しんがりまで下がりました。これが先頭11番ハロースピードであります。その外イクスキューズ。さあ東京競馬場は大歓声であります。エクトルエクエス直線の伸び足はどうか。ハタマチボタン、それからザレマ、イクスキューズが先頭に変わった。外から懸命にザレマ、内からハロースピード、先頭はイクスキューズ。エクトルエクエスも懸命に追う。ザレマが2番手、先頭イクスキューズ。イクスキューズが1馬身リード。4番エクトルエクエス、外から懸命にベッラレイヤ。エクトルエクエスかわした先頭に立った。エクトルエクエス先頭、エクトルエクエスが先頭だ。クラシック2冠達成、3冠へ向かって視界よし。獲得賞金は1000枚突破。よしよし、とりあえず2冠達成だね。次の秋華賞勝てば無敗の3冠達成だね。はい、次も期待に応えられるように頑張ります。頼んだよ。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。